第16戦闘飛行隊はアメリカ海軍の航空部隊の一つ。ニックネームはファイティングエアデールズ。第二次世界大戦中の1943年に設立され、終戦後の1945年11月16日に解体された。1943年、歴史ントンから発刊する VF-16 所属の F6 回から3945年8月、 ランドルフ艦場の VF-16 所属の F6 階から5代16戦闘飛行隊は1943年の創設後、同年11月下旬に空母歴ント東ンへ配備され、タラワの戦いを含むギルバートマーシャル諸島の戦いに参加した。11月23日には VF-16 のパイロットが17機の日本軍機を撃墜した。 VF-16 は1943年末までに合計55機を撃墜し、3人のエースパイロットが誕生した。1944年6月19日、マリアナ沖海戦に参加。マリアナの斜面取り打ちで知られる。この戦いでは、アレキサンダー・ブラシュー隊員が8分間に6機の艦上爆撃機彗星を撃墜した。1945年、 VF-16 は、クーボ・ランドルフに配備された。ありがとうございます。